こんにちは、たくろうです。今回公金の講座動画、これで2回目となります。今回ご紹介する音は喉を使った音、そして呼吸を使った音、2種類の音をご紹介します。まずは1つ目、喉を使った音をご紹介したいと思います。喉をどういうふうに使うかといいますと、喉を開け閉めすることで口筋の音を変えることができます。まずはどういう感じかやってみます。はい、どのように喉を開け閉めするかというと、あおあおとまずは言ってみてください。このあおあおという時に、ちょうど喉が開いたり閉じたりしています。それを声を出さずに喉の形だけでやってみてください。これを口筋を弾きながら今のをやると、このように音が変化します。あお以外で、あいうえお、このような音を出すことができます。この喉を開け閉めした音、前回の動画でご紹介した外側、内側に弾く技を組み合わせるとこうなります。はい、こういう感じです。皆さんはできましたか？続きましては、呼吸を使った音をご紹介します。この呼吸を使う音は、口筋を弾くときに息を吸ったり吐いたりすることで、音を変える技法となっています。無呼吸の音と、呼吸ありの音、違いを分かりやすくするために 1,2,1,2 の交互に、無呼吸、呼吸あり、無呼吸、呼吸ありで音を出したいと思います。まずは息を吐く方からやってみたいと思います。次は無呼吸、シュー、無呼吸、スーで音を出してみたいと思います。ではステップ2です。吐いて吸ってという音を続けて出したいと思います。分かりやすくするために、無呼吸吸って吐いて、無呼吸吸って吐いてでやってみたいと思います。こういう感じです。では実際鳴らしてみたいと思います。はい、できましたか？次はステップ3です。音を鳴らしてみたいと思います。はい、今回教えた喉を使った技、呼吸を使った技、この2つの音を使った演奏を少しだけやってみたいと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか？ためになった、参考になったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の口筋講座動画もお楽しみにしていてください。それではまた、ありがとうございます。バイバーイ。